この本読んでますとね、うん、あのご主人はやっぱキラーに構えてはるよ。このマイムさんっていう名前が象徴というか、もうマイムさんでブッとされてるんだけど、マイムさんの方はですね、この人死んだらどうなるのとか象徴考えてるわけですね。はい、あのね、ちょっとね、あの園長池田さんがいいこと言ってはったんですけど、うん、まあ、本当にこう家建てた方が得か、もうこのまま賃貸とった方が得か言って陽気張るんですって園長池田さんに言って、うん、さっきいいこと言ってはりましたよね、はい、あの話ちょっとリスナーの方にもあのパッと分かる、それは建てた方がええやんっていうふうに思うっていう、そのお話してはりますよね。わかりました。ちょっとしてあげてもらいます、はい、いつもお客さん来られた時にですね、ご主人さんに申し訳ないんですけども、ぶっちゃけ話させてもらいますと言います、はい、何かと言いますと、ご主人さんがもし死なれた時にはですね、はいはい、今度借りられるローンは全部チャラになります。あとは家賃なしでは奥さん一生住めますよという説明をさせてもらいます。で、先ほどのご質問の賃貸と買うのとどっちが得かという、ただ単にお金を計算すれば似たり寄ったりです。でも万が一の時に働き手の方が亡くなった時にご家族が幸せになるかどうかを考えた時にはもう間違いない。そうなんですよ、家残る方が絶対特に決まってるんじゃないですかと。そうですよね、と考えてみたら、大体こう住宅ローンには必ず間違いなくこう団体信用生命って言うんだけど、ローン分のやっぱり万が一あった時にはチャラになるという言い方するんですけれども、家はもう奥さんのものになるということで、私たちもライフプランナーのプロですから、あのお持ち家ですか、そしたらあの万が一の時の後の家賃分も保証まではいらないですねっていうことで、逆に軽いんですよね、保証をつけるっていうね、あの家を建てられる方がですね、家を持ってられる方が。で、賃貸の場合はもし旦那さん万が一でもやはり家賃も払っていかなかったので、生活保証プラス家賃の分も保証つけないかと、こういうことになるわけなんですけれども、このこともはっきりちょっとよく分かってはる方が多いですね。そうですね。で、まあ言えばその住宅ローンで払うそのお金の中にその団体信用生命保険料が含まれてますもんね、まだ別に払うっていうわけじゃないんで、くっついてるからね、はい、そういう意味ですごくお得ですよね。そうでもなくなったらちょっときついこれね、その3000万円とか4000万円の例えば生命保険入ろうと思ったら次々すごいお金ですよね。結構ね、金額がありますけど、はい、でもこれ家を買う場合は住宅ローンの払いの中にも含まれてるわけですから、ね、すごくお得なことですよね。でこういうね、今その保険のことも含めてね、もういろんなことが分かってないでしょ、そうですね、だからそこはもう腹はドーンとこうお客さんと付き合っていかないといい仕事ってできないですよね。そうです。あの私のモットーはですね、まあ、もちろん私はあの家作りというのがプロで、まあ、それがあの実際 の, あの糧なんですけどね、収入なんですけれども、まあ、それ以上にですね、お客さんがですね、なぜ家を建てるかということを考えたときにですね、家を建てるのはあくまで手段なんですね。実は家を建てることによってご家族のですね、その幸せな生活、ね、楽しい生活をするがために、そういう目的のために家を建てられると。ということは私たちが本当にお手伝いすべきはですね、もちろん家作りはあのプロですからちゃんとやります。でもそれ以上にですね、単に家を作るんじゃなくって、そのお客さんが家を建てた後ですね、幸せに暮らせる、それはそうですね、仲良く暮らせると、そういったことのお手伝いをすることが本当の私たちの仕事だと思ってます。もう正直にあのなかなかね、正直なところが少ないんですね、所長さん曰く。だからもう正直にあのいろんなことをこうぶっちゃけ話し合ってね、立てていこういうのがもう所長のやり方なんですけれども、これね、僕ね、本当ね、この本ちょっとあのラジオ聞いてる人に推薦したいんですが、この家づくり、右も左もわからない、著者は、池田康弘さんですが、これね、家づくりのことをまず考えてる人はぜひ読んでください。そうやね、あのローンで失敗したりとか、はい、言うたら、まあ、業界の人がちょっとそこまで言うてええんかないところまで言うたら手の内を明かしてます、はい、とかも失敗しないために、ね、うん、それで各例えば不動産屋さんとか建築メーカーさんがどういうことを考えてるのかよくわかります、うん、それ以上にこれ小説としておもろいです漫画みたいですねおもろいです。文体もものすごい関西弁 で、うんうん、まず関西で住んでる人ならまずこのニュアンス絶対理解できます。伝わるしね、はい、うん、で、もう一つ恐るべきは、これが作家さんもライターさんも入れずに、建設業者の社長さん書いてるってことなんです。そうです、そうです、うん、でも社長さんのその歌ってあること掲げてある、うん、
張ることがもうすごくこう人間的なんですね。やっぱりこう家を作るということを、まあ、お商売なんですけれども、やっぱりこう家族思いの納得住宅研究所でつけてある、はい、やっぱり喜んでもらいたいということがものすごくこう伝わってくるような、あの工務店さんです。ただの工務店さんじゃないんです、はい、だから、まあ、一度家作り右も左も分かるね。これアマゾンで、ね、アマゾンでL 処方さんということで頼んでもらった方が一番いいですよね。はい、はいはい、じゃあちょっと時間短くて申し訳ないですが、最後にメッセージをお願いします。はい、そうですね、はい、家づくりをしてるわけなんですが、はい、私たち、あの私も含めてうちの社員が一番大事にしてるのはですね、うん、家を建てていただくお客様の感情といいますか、うん、気持ち、はい、これを一番大事にして、これからも頑張って仕事をしていきたいと思いますので、はいはい、本の方もよろしくお願いします、はい、よくわかりました、はいはい、ということで今日はですね、株式会社 G ハウス池田総合建設所長の、エンジョイ池田さんこと池田康弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。